それでは ISO 感度を設定します。まずメニューボタンですね、メニューボタンを押します。そしてこちらですね、撮影メニューのところにこちら感度ですね、今200になってます。これを右ボタンを押すといろいろ出てきますので、上ボタンで400とか800に変えて、またこのメニュー OK ボタンを押して設定されました。バックで戻ります。